一人で幸せだった。いつまでも手を繋いで。よし、早速弾き語りましょう。これは超いい曲ですよ。ビーズ、いつかのメリークリスマス。今は夏ですけども、ちょっとこれいい曲だから頑張っちゃおう。よいしょ。よし、でも早速弾いちゃいますね。これもね、いいですよね。自分が小学校くらいの時に聴いてたかな。ゆっくりと12月の明かりが灯り始め、慌ただしく踊る街を誰もが好きになる。僕は走り閉店間際、君の欲しがった椅子を買った。荷物抱え電車の中、一人で幸せだった。いつまでも手を繋いでいられるような気がしていた。何もかもが切れ目にて、がむしゃらに夢を追いかけた。違う日が来ることを思って微笑んでいる。色あせたいつかのメリークリスマス。歌いながら線路沿いを家へと少し急いだ。ドアを開けた君は忙しく夕食を作っていた。誇らしげにプレゼント見てると、君は心から喜んで、その顔を見た僕もまた素直に君を抱きしめた。いつまでも手を繋いでいられるような気がしていた。何もかもが諦めて、がむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた。いつかのメリークリスマス。ここら辺が分かんないな。部屋を染めるろうそくの火を見ながら、離れることはないと聞いたはずだ。急に僕はなぜだか分からず泣いた。いつまでも手を繋いでいられる知っていた。何もかもが諦めて、がむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた。いつかのメリー立ち止まってる僕のそばを
誰かが足早に通り過ぎる荷物を抱え幸せそうな顔で結構うまく弾けたかもしれない。いい曲ですね。超いい曲。自分で弾いてて鳥肌立ったな。いい曲すぎて。これいつかのメリークリスマス、これすごい名曲ですね。やっぱりね、ユーフレットでもビーズの中で一番トップですね。多分一番人気ある曲なんだと思います。これね、めちゃめちゃコードが簡単ってわけではないですけどね、ペースはすごいゆっくりなんで、すごい弾きやすいですよ。すごいおすすめですよ。ゆっくりと12月の明かりが灯り始め、慌ただしく踊る街を誰もが好きになる。僕は走り閉店間際、君の欲しがった椅子を買った。あの自分のニック機 B7 が出てくるんですよ。僕は走り閉店間際、君の欲しがった、これ B7、 これ B7、 自分の苦手なやつ。大数を買った、荷物抱え電車の中、一人で幸せだった。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかもが諦めてがむしゃらに夢を追いかけた。喜びも悲しみも全部分かち合う気が来ること。表頬を見張っている、色褪せたいつかのメリークリスマス。歌いながら線路沿いを家へと少し急いだ。ドアを開けた、君は忙しく夕食を作っていた。誇らしげにプレゼント見せると、君は心から喜んで、その顔を見た僕もまた素直に君を抱きしめた。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかも諦めてがむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた、いつかのメリークリスマス。もう歌詞がこう染み渡ってきますよね。人を愛することにっていうことに気がついた、いつかのメリークリスマスですよ。カミだけどすごい。え、部屋を染めるろうそくの火を見ながら離れることはないと聞いた後で、急に僕はなぜだか分からず泣いた。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかも諦めてがむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなる
初めて怖いと思った人を愛するということに気がついたいつかのメリークリスマス立ち止まってる僕のそばを誰かが足早になんか自余りになっちゃうな通り過ぎる荷物を抱え幸せそうな顔で、はあ、すごい超いい練習になった。なんかこう単純ただ単純にこう弾くんじゃなくてなんかね私結構癖があって一回押さえたらちょっとずらしちゃう感じなんですよね。ちょっと修正しちゃうじゃなくてねやっぱ一個一個ちゃんともう押さえるともうピンポイントでピッてちゃんと C を押さえる D を押さえるってこれがねできるようになりたいですね。やっぱり回数を重ねなきゃダメですねまだ。ということでこの動画いいなと思ったらぜひグッドボタン押してもらってチャンネル登録まだ済ましてない方ポチッとやっていただけるとありがたいです。